けちゃんはね、人生で一番の友達。うん。こんばんは。いけいけゴーゴー。なんかもう家族みたいにいろんな話してる。池すごいなーって、すごいんだよ池は。ケンジさん、かわいい、ありがとう。なんか池のいいところは、これ聞こえてる？池のいいところは、なんか、なんかね、自分をしっかり持ってて、なんか、なんだろう、損得感情で動いてないところです。なんかちゃんとこっちの方が、なんだろう、こっちの方が人気が出るからこうするよとかないの。ちゃんと自分を持ってて、全部本当の池なの。全部本当の池なんです、あれは。池本人も見てるよ。え、本当？嘘？え、でもさ、いないよ。本当？池さ、いないよ。損得感情で動いてないんですよ。なんかしっかりと自分を持っています。自然体でいい人なんです。自然体でいい人なんです。打算的じゃないです。全然打算的じゃないです。えげちゃん、配信終わったら見に来るって言ってたよって。いや、そらこんな体勢で配信してるのに、いいけど見に来るの？マジ？池は、もう、人生一番の友達。私、妹がいるんだけど、妹より池の方が仲いい。ニケちゃんコメントしてよ。でもまだいないっぽいよ。いつももっと変なところ見てるので No problem。 いける、No problem。 インケちゃんかっこいい。インケちゃんかっこいい。 No problem period。 ピリオドがちゃんとついています。インケのいいところは、もう本当に面白い、し、なんかちゃんと人情あって、もう最高。本当にね、深夜に電話したりするのがめっちゃ楽しいんですよ。No problem。 マジでね、1時間にわたって審査が出た。嬉しい。マジ？嬉しい。それは嬉しい。池のいいところはピリオドちゃんだ。そう、ピリオドもちゃんとつけます。ねえ、聞いて、あのさ、あれワンチャンスイパラいけそうなんだよね。あのさ、結構絶望してたじゃないですか、最近配信でさ。
なんだっけ、あのスイパラに行きたかったのに行けなくてみたいな、スタッフさんがみたいな、ワンちゃん行けそうで、いや今聞いてる、でもレッスンとかの状況がわからないけどみたいな。しーちゃんゴミを片付けないとかぼやいていましたよ。ごめんなさい、ごめんなさい、本当にごめんなさい。スクロはプロブレムですか？プロブレムですね。3期生は普通に行けるみたいだよ。行けるの？行けない気がする。そう、なんかマネージャーさんはワンちゃん来てくれたの。イケちゃんと行けそうなんですよ。やった、よいしょ。もう最近本当にマジでいいことがなくて、もう本当に本当に泣きそうなんですけど、本当に泣きそうなんですけど、本当に泣きそうなんですけど、イケちゃんがいてくれるのであれですね、イケと遊ぶことをモチベに頑張ってます。人生が有問題、有満体、有満体って何ですか？もう満体。イキちゃんもサルちゃんとその楽しみですって言った。嬉しい、嬉しい。早く遊びたいよ。切っても切り離しない。もう切られないから、そもそも。もうね、明日ね、会えるんです。楽しみ。明日会えるの楽しみです。こんばんは。こんばんは。モチベ、そう。もう本当に、もういいことがなさすぎて、もう行く場所行く場所で、ちょっともう、あの、行く場所行く場所で、なんか運悪いことがいっぱい起きてて。そう、妹はね、なんか反抗期すぎて、反抗期すぎてやばい、なんかお前って言われてる。そら妹はもうなんか荒れてるからね、ちょっと。こんばんは、お話し会の決済今日までですよって、ありがとう宣伝。こんばんは、でも池に LINE そう、なかなか返さないんでしょ。いや、返してる気がするんだけど。返して、でもね、妹ね、13歳とかわかんない。お前って言うよ、お前みたいなどん底人生は歩みたくねえとか言われる。めっちゃ真顔で言われる。お前みたいにならないように勉強してんだよとか言われる。怖い。バカだと思ってるからね、サラのこと。お前がなんちゃらかんちゃらって言われる。16時間くらい帰ってくる。1日の3分の2じゃん。やばいね、それは。本当にやばい。16時間も返してないなんて。本当に怖い。気をつけるね。怖えー。妹強すぎ、割れた。初お話解決しました。鉄兄さん、ありがとう。待ってるよ、鉄兄さん。楽しみ。もうね、妹めっちゃ怖い。めっちゃ怖いんですよね。それでも大好きなんだってって。嬉しい、イケちゃん。早く遊びたいね。
けちゃう。ST48 いる時点で勝ち組やんなーって、いやーそうだと思ったんだけど、なんかどん底人生って言われてる。今日池ちゃん熱く語ってたな、しーちゃん大好きだし嬉しい、本当に嬉しいんだけど、嬉しい。もうね、サラも池のことマジで本当に大好き、池に会うためにね行ってるんだよ、レッスンとか。もう池がいなかったらぶっちゃんけんだ。嘘ぶっちゃしないけど、ぶっちするかもしれない。聞いてるか今って、お姉ちゃんはね、その留学先で水も6時の上で苦労してる。そうやで、水も飲めんかったんやで。冗談に聞こえない、え、もう冗談では、本当になんかこんな絵に描いたような反抗する子がいるんだっていうレベルの荒れてて、なんか物とか全部下に落としてバン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 みたいな、バーンみたいな、本当に荒れてるような子なんです。嘘ですよ、ブッチはしなさい、すいません、しなさいみたいに聞こえてた。嘘に決まってるじゃん。ココアもそうやったから、絶対違うけん、絶対ないわ、それはない。池に置いたの、なんかもう池って言いすぎて、サラの学校の友達たちも池って言ってる。池のこと池のことね、サラの学校の友達も池って呼んでこんばんは、こんばんは。もうやばい、そら本当にやばい、母案件がいっぱいある、母案件がいっぱいある。池助けて、母案件が実はあるんですよ。一つ目の母案件は、あのちょっとマジで勉強がやばいっていうところですね。まあそれが一つ目というか、もう 99%99.5% ぐらいはそちらが母案件でして、本当にやばい、本当にやばい。で残りの 0.5%、 0.05% はツアーがやばいっていうところですね。まもなくテストです。あとツアーもピンチだから頑張るね。そうそう、母案件があるからね、生きてる気持ちがするんだよね、これは名言。いやツアーはなんか自信ある、なんかそうは言っても自分は覚えれるかなっていう自信があるけど、勉強はガチでやらないかもしれないって思うところがある、そこが怖いところです。13位、ブラウンクーコーさんありがとう。12位、ポンモンさんありがとう。11位、ミータさんありがとう。14位、ジーさんありがとう。9位、オーケーさんありがとう。8位、ヤワカツさんありがとう。7位、カルマンさんありがとう。6位、ユーリさんありがとう。5位、オーチャットさんありがとう。4位、マモルさんありがとう。3位、フォスターさんありがとう。2位、ケンジさんありがとう。1位、カッコユーちゃんありがとう。ありがとうございました。ありがとう。一つ一つ頑張るね。ハーハー案件、ちー、絶対僕はこの配信でハーハーしてるって書いたでしょ、やばい。おやすみ、バイバーイ。